ですね、とりあえずこのメンバーとてつもなく厳しい戦いになることは間違いないでしょうね。いやー、国民体育大会すなわち国体、この舞台は日本全国の各県の代表が集まって争われているわけなんですけど、まあ皆さんはあまり知られてないと思うんですけど、日本全国って47都道府県あって、でその各県の一人の代表が、はい、今回のね、この国体に臨むわけなんですけど、まず47都道府県の代表、はい、レースに出場しなくても日本全国で47位という、はい、はい、これ素晴らしいことですよ。はい、まあそして私はレースに出場し、決勝に進出することができ、日本全国の中で、はい、8位以内を決めるという戦いにこれから挑もうというわけでございます。まあはっきり言って体中痛い。だけどその中でね、条件はみんな一緒。昨日一昨日のね、すごい寒い中、雨の中戦った同志たちをここで決着をつけるという、はい、何か爪痕を残す、そんな栃木国体 100m 決勝にしていきたいと思います。それでは競技場に行きますか。最終日なんでね、最終、まあ、僕の 100m の決勝、まあ、めちゃくちゃ気合入ってるんですわ。これもう、三重のベンチで、でけえ声で挨拶して盛り上げます。かっこいい。これが、三重君。これが、三重を盛り上げるんや。声から、朝から、はい、一発目から。めっちゃでかいですか、声、挨拶。めちゃくちゃでかい、もうこのテント全部に、なんだこの声はっていうぐらいの一緒に降りたくない。挨拶で、行きますので、はい、行きますか、はい、行きますよ。ありがとうございます。まあ、これは違う、ロッキーを見るぐらい。ありがとうございます。4レーン行きます。
そうなんや。はい、100m をすっきり走ってあれに乗ります。これがいっちゃん楽しみ、栃木のこれだけは俺目標に栃木に来たもんですからね。選手を紹介します。2レーン矢橋博明、三重。ペーナー